ジョー。今日のゲストはクラウンの石毛誠さんです。こんにちは。クラウンのお仕事はどんなお仕事ですか？クラウンっていうのはサーカスとかに出てくる道化師ですね。日本ではピエロって呼ぶことが多いと思うんですけれども、世界的にはクラウンって言ってます。で、皆さんが大体こう思い浮かぶそのピエロのほとんどは実はクラウンです。クラウンだけでいろんなところに行って、そのイベントとか劇場とかパーティーとか会場でショーをやるという仕事をしています。クラウンとして、これからどのような活動をしていきたいですか？今までずっといろんなところに行っていろんな人にショーを見てもらって楽しく笑ってもらうという、仕事を、ずっとやってきましたので、これからもいろんなところに行っていろんな人にショーを見てもらって、そして笑ってもらうという仕事をこれからも続けていきたいと思っています。最後に子どもたちに一言お願いいたします。これから、皆さんがいろいろ人生は歩んでいくと思うんですけれども、世の中にはこう自分が知ってることよりもこう知らないことの方がはるかにたくさんあると思います。それは大人になってからも同じで、例えば自分がこう目の前に起こってることを見ても、なんでこうなってるのかなとか、どうしてそうなったのかなとか、いろいろ考えてみたり、あとは知らない人の知らない人生を知ったりとか、そういうことがすごく大事になってくると思いますので、まあ時々そういうことを思いながら、いろんなことをこう確かめながら、大人になっていってください。ありがとうございます。